第50代 OPBF 東洋太平洋バンタム級チャンピオン中島和樹。左の壊し屋中島和樹です。栗原ザスラッガーキーパー。さあ関根さん、はい、中島チャンピオンがしかしもう倒すと言ってますね。 KO 宣言飛び出してそうですね。さあ第1ラウンド始まりました。赤いグローブがチャンピオンの中島和樹です。右足前サウスポーです。そしてリーチも長いですね。前の手動かしながら青いグローブがチャレンジャーです。栗原啓太チャレンジャーですが前の前のこの王者でした。ボディストレート中央です。さあ解説の八重樫さん、はい、まあ、改めて中島選手からするとまあオーソドックスの相手ですが栗原選手からするとサウスポーのチャンピオンですね。はい、そして栗原選手右のストレートが強いので、うん、サウスポーに対してはすごく有効なパンチなんですよね、うん、それをどういうふうにアジャストしていくかというのが多分鍵になってくると思うんで、うん、非常に楽しみですよね。左もう前足がこう踏んでしまいそうなほど近いところです。でも関根さんおっしゃったのはチャンピオンは冷静だっていうことですね。ええ、なんかね左、テイパンチちょっとタイミングが今さあ再度パンチチャンスです。チャレンジャー栗原左ちょっと入りましたね。さあ左これもそうです。遠い位置見えない位置から左が打ってくるチャレンジャーの左の前の手のパンチですね。八重樫さんどうですか。いや当たりましたね。ええ、ちょっと一瞬膝沈みましたね。そうですね、まあ効いてはないと思うんですけど、まあ、構成かけるいいタイミングでしたね。なるほど、じわじわ前に出ていきます。入江選手やっぱりでもプレスはかけようとしてるんですねチャレンジャー。そうですね、でもあれですね、変に行っても左が飛んでくるので警戒しつつなので大変な作業だと思います。なるほど、右入れた来たーチャレンジャー栗原の右振って中島の膝が沈みます。さあカウントは重ねられます。八重樫さん、はい、右でしたね。右当たりましたね、効きますね。これは強烈な、さあチャンスだ、ここでラッシュをかける。失ったベルトまた取り戻すか。左の運転で右が決まった、終わった。レフリー止めました。第48代 OPBF 東洋太平洋バンタム級王者が返り咲き、51代王者、今吠えた先には家族が待っています。勝者通算2度の OPBF 東洋太平洋バンタム級チャンピオン栗原